ンネル。DYM 人事部熊谷です。戸坂明子です。株元です。はい、そして今回のゲストは岩本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと簡単に自己紹介まずお願いします。はい、ジェルグループの CA として5年間勤めていた岩本です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は JAL ということで、はい、早速まず JAL と ANA、JAL から見た違いを教えてください。JAL は伝統的な会社というのがとても自分としても感じましたし、やはり ANA はなんか最先端を行くといいますか、新しいことをどんどんやっていく、 SNS とかも上手だと思いますし、はい、そういうことを感じます。なるほどですね、はい、無難な回答で落ち着きました、うん、フライトで海外に行った際に何をしてるんですか、中日は。お買い物をしたり、お食事に行ったり、みんなお買い物するんですね、CA さんってね。そうですね、現地でお買い物をやはり楽しみます、はい、日本にいる時の休日はどんなことしてるんですか。寝ていたり、お買い物行ったり、変なこと聞いちゃったのかすいません、いわゆる長距離フライトって多分飛んでる時間がそれこそ例えばアメリカとかだと十数時間あったりすると思うんですけど、うん、そのフライト、長時間フライトの中のなんか休憩とか休む時間ってどこでどんな風に休まれてるんですか。私すいません、国内線で終えてるんですけど、はい、先輩たち国際線を飛ぶ方たちはバンクというところでお休みする時間もありますし、はい、ギャレーというドリンクを準備するところを見たこともあると思うんですけど、はいはい、トイレの横とかにある。そうです、そうです、はい、そこで、まあ、各自お食事3分で食べるとか、3分食べるんです3分で食べてとか先輩に言われて瞬時に休憩を終わらせるみたいな、はい、ちょこちょこ休憩があります。先輩は怖いんですか。先輩、まあ、人によりますはい、なんて生産性のない質問したの正社員の CA の方でなんか年収1000万円オーバーの方とかいらっしゃるっていう噂聞いたことあるんですけど、実際にいらっしゃるんですか。経営破綻でだいぶ減ったとは思うんですけれども、はい、まだ現在も多くいらっしゃると思います。まあ、大体年齢でいうと45歳以上の方とかは超えてくるんじゃないのかなと思います。いわゆる長時間だったりすると時間外の手当とかもついて、それで結構こう増していくみたいな、そんなイメージですか。それでもベースがもう1000万ペースみたいな。そうですね、その、はい、フライトに当てた給料といいますか、うん、それをパーディアムって呼ぶんですけど、はい、パーディアムは別で入ってくるので、パイロットの方だと奥さんにパーディアムは全部もらってるとかよくお話にありますね。経営破綻の、まあ、いわゆる前後でこの辺りこう社員の採用変わったなとか、うん、会社の中で変わったなっていうこと何かあります。人員削減も本当に大きかったので多くの方が辞められました。はい、ところで恋愛事情聞いてもいいですか急にパイロットと付き合う方ってどんぐらいいらっしゃるんですか。大体の流れではあると思います、多くの方が、うんうん、やはり出会うので、うん、多くの方が付き合ってると思います、うん、パイロットの方だいぶでも争奪戦って聞きますけど、だって一気に、ね、機長と後輩の方2名で CA さんいっぱいいるわけじゃないですか。そうですよね、倍じゃないですか大体そうですね、連動者ですよね多分。そうですね、うん、はいこういう雰囲気の方が多いのかもしれないですね。そうですね、ANA は体育会系もあって、うんうんうん、ビシッとこう、はい、で JAL は本を沸かしてる人が多いのかもしれないですね。かもしれないですね、はい、知らないですけどANA の CA さんは、商社とかマスコミ系が増えてきたんじゃないかとおっしゃってましたがJAL だとどうですか。そこ多分あんまり JAL と ANA で変わらないと思いますね、うん、出会う方似てると思います、うん、あと身長に制限があるとか、身長に関するなんかルール採用時のやつあるんですか。おそらくあると思います、うん、手荷物収納の時にチェックしないといけないので、うん、保安面の関係で手が届かないと任務を務められないので、うんうん、あると思います。じゃあ身長を見られてるなと思う習慣ありました。私の時はもう身長制限があったので、うん、ああそうなんですね。今はないんだ。今多分ないと思う、うん、外資はあると思うんですけど、うん、そこにタッチするっていうその審査、はい、
なるほど、はい、じゃあちょっとお時間が来てしまいましたので、はい、じゃあ本日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。